ママ友のこの A 君を小1から小3まで、ママ友が仕事のある土日に預かっていました。月に2、3回。しばらくして、なし子から誘われて会った時に、来週からパートに出ることが決まったの。土曜日も仕事になりそう。あなたは A 君の面倒を見てるんだから、うちの子のことも見れるよね。と言われました。当然、見れないよ。と言いましたが、なし子は、じゃあ、なんで A 君のことは見ているの?と驚いていました。勝手に当てにしていたようです。うちは、無料の託児所か。と、腹立たしい思いをしました。A 君を預かってみて、自分や子供が、体調が悪い時など、こちらの都合で急には断りにくいことに気づいた。でも、A 君のことは、仕事が決まる前に丁寧に相談してきた。A 君ママに対する責任があるから預かり続けている。第一、うちの子二人、プラス、A 君、プラス、なし子さんの子二人、合計五人の子供の面倒なんて見れない。と言いました。なし子は無言でしたが、諦めたようです。なし子は、友達は、自分の子に良くしてくれるもの、という思い込みがあるようです。なし子は、転勤で、こちらの地域に来たのですが、地元の友達は洗脳されているのか、よく、友達から、なし子の子宛てにプレゼントが届いていました。本や文房具。前になし子から、子供が、ピアノの発表会に来ていけそうな、安くて可愛いワンピースを売っているお店知らない?と聞かれて、後日、たまたま、そういう店を見つけたので、〇〇店に2980円で可愛いワンピース売ってたよ。と知らせました。なし子は見つけてくれたんだったら、どうしてうちの子のために買ってくれなかったの?と言いました。安かったからって、なんで私が人の子のピアノ発表会の服を買う必要があるのよ。と並行しました。地元では外食はほとんど友達のおごり。趣味は貯金という人でした。今はフェードアウトしていますが。なし子も諦めてくれたようで、もう大丈夫です。その後、こちらからは連絡してないので、私がフェードアウトしていることにも気づいていると思います。結局、なし子の子たちは、お父さんが仕事の土曜日は、お弁当を置いて留守番させることになる。と聞いてもないのに、メールで教えてくれました。子供さんは、いい子たちで、かわいそうな気もしますが、一度引き受けたら、何年も続くことになるし、私が考えるべきことでもないので、放っておきます。